れかを装備すれば強くなれるんですよ。困ったな。ヤツの被害に遭ったのか。ヤツ？ああ、ヤツだよ。いるんだろ、ゲームマナーの悪いヤツが。そうそう、そうなんだよ。ついさっきも小学生を相手に大人げないプレイをしてたんだ。子供たちも泣いちゃうし、困ったもんだよ。純粋な小学生を泣かすなんて、ますます救いようのねえヤツだな。ヤマト、何盛り上がってんだ。妄想を食い止めるためだよ。それじゃ次にそいつが行きそうな場所は裏通りのカード寺だな。やっぱりお前詳しいな。ああ、どれかを装備すれば強くなれるんですよ。アイテムを買われますか。お忘れなく。セーブはちゃんとこまめにしておきましょう。妄想球に入られるのなら。どいつもこいつも雑魚ばかりだな。カードゲーマー名乗るなんてバカじゃねえの。ヤマト、あいつだ。で、あれ、ヤマト？まともなレアカードくらい持っとけって。デッキ構成もダセーし、マジでセンスねえよ。おい、お前。あ？なんだこのガキ。俺はガキじゃねえ。中学生はガキだっつの。だから、俺は高校生だ。マジで？中学生にしか見えなかった。ごめん。で、中学生が何のようだ。だから俺は高校生だ。ヤマト落ち着けって。大丈夫、お前は中学生に見えるから。おい立花。ああごめん、ついじゃなくてそこのお前、いろいろな店を荒らしてるんだってな。俺はただカードバトルを楽しんでるだけだ。そうじゃねえだろ。カードゲームってのは一人で楽しむもんじゃねえ。対戦相手がいて初めて成立するんだよ。だからこそ二人で楽しむもんじゃねえのか。たとえ相手が小学生だったとしてもな。はあ？なんで俺がそんなこと言われなきゃなんねえんだよ。俺の相手になりもしない弱い連中が全部悪いんだよ。だったら俺と勝負だ。ヤマト？おい、本気で言ってるのか。中学生風情がこの俺に勝負を挑むなんてな。無駄口叩く暇があるならさっさと準備しろ。いいぜ、相手になってやるよ。覚悟を決めろよ。バトルスタンバイ、レディーファイト。まずは俺のターンだ。ダンテを召喚。アサルトシフトでターンエンド。甘いな。俺の手札にはすでに4枚揃っている。何の話だ。いいからさっさと進めようぜ。俺はマシンアームをディフェンスシフトでエンドだ。なんだよそのクソ雑魚カード。場のダンテを生贄に深淵の君を召喚だ。知ってるか、この深淵の君を。初版の印刷ミスによる10万円のレアカードだ。だからどうした。深淵の君のイグニッションスキルを発動。これでお前のライフは残り30だ。30もあれば十分だろ。強がってられるのも今のうちだろうな。これで俺はターンエンド。さっさとカードを引けよ。もう引いたぜ。そして俺は引き当てたみたいだな。何を引いたか知らねえが、この状況を覆すなんてありえないね。俺は
このカードを召喚する。まさか、それは召喚、東霊王の右手。嘘だろ。そして東霊王の右手のイグニッションスキル発動。俺はもう一体このターンで召喚する。召喚西霊王の左手。そしてさらにイグニッションスキル発動。召喚南霊王の右足。さらにイグニッションスキルを発動。そんなまさか、さっき言ってた4枚って。召喚北霊王の左足、イグニッションスキル発動。そして最後にこいつを召喚する。そう、霊王の心を。バカな。これで俺の場には5枚のカードが揃った。そして勝利条件すらも揃った。リンクコンボを発動。禁じられたクロウディアを召喚だ。信じられない。知ってるだろ、クロウディアのイグニッションスキルを。ああ知っている。クソ、やめてくれ。やめねえよ。クロウディアのイグニッションスキルを発動。行くぜ、完全なるデイブレイク。その効果は完全なる勝利だ。バカな、この俺が負けただと。なあ、お前さっき言ったろ、弱いやつが悪いって。クソが。俺の勝ちだ。やっぱり詳しいじゃん。ちげえよ。はいはい、それじゃ電気街打ちのカードクイーンダムに戻ろうぜ。どれかを装備すれば強くなれるんですよ。君たち、ちょうどよかったよ。どうしたんですか？ほら、マナーの悪い彼なんだけどさ、さっきお店に来て謝罪をしてたんだ。謝罪を？なんでも、僕はもっと強くならなきゃいけない。次は絶対に勝つ。だから、練習相手をしてほしいって。ああ、そういうことか。いや、不思議なこともあるもんだな。それはですね。それなら、よかったじゃねえか。さっさと行こうぜ、立花。いいのか、ヤマト。だってお前が勝ったから、あいつは。誰の話だよ。奴は罪を認め、謝罪した。たったそれだけの話じゃねえか。どれかを装備すれば強くなれるんですよ。誰だ？これで現場は抑えたぞ。男と歩いてるお前が悪いんだ。なんだよあいつ。もしかして雑誌記者か？でもどうして？リピョン？わわわ、ごめんなさい。
リッピョンこそ大丈夫か？写真撮られちゃったみたいだけど。はい、リュウなら大丈夫です。むしろ名誉あることだと思います。え？どうして？だってアイドルだったら雑誌記者に狙われなきゃいけませんから。それだけ注目されてるってことです。リッピョンはいつも前向きなんだな。いえいえ、だけどアサヒさんたちに迷惑がかかるのは良くないですよね。いや、俺は別にいいけど。それに気になるんです。リッピョン、アサヒさん、今の記者さんを探しましょう。アイテムを買われますか？補充お忘れなく。お買い物されます？買いだめも重要ですよ。何が見つけましただよ。可愛く盛り上がって。くそ、逃げられた。アサヒさん、追いかけましょう。もしかしてそいつって。あの、その記者さん、どちらの方へ行きましたか？あっちの方だから、きっと裏通りじゃないかしら。アサヒさん、行ってみましょう。アイテムを買われますか？補充、お忘れなく。逃げ切れてね。アサヒさん、いました。こっちには気づいていないみたいだな。リュウ、注意しに行ってきます。いや、待てって。え？このまま近づけばさっきの二の舞だ。ここは挟み撃ちにしよう。なるほどです。ここで待っててくれ。俺、反対側に行ってくるから。まあ、もう追ってこないだろうね。誰が追ってこないだって？な！こっちにもいますよ。くそ！うわ！奥に逃げられました。安心しろ、あっちは行き止まりだ。そこまでだ。くそー、追い詰めましたよ。へっ、何が望みだ。さっきの写真を消せとでも言うのか？いえ、違います。え？じゃあ、なんだって言うんだ。あの、どうしてですか？どうして、リュウの写真を撮ったのでしょうか？どうして、だと？はい、リュウはそれが知りたいんです。そんなの決まってんだろ。その手の趣味のやつに売るんだよ。その手の趣味？ああ、そうだよ、いるんだよね、そういう趣味の男が。男連れの女に興奮するやつや、すっぴんじゃなきゃ興奮しないやつとか。それじゃあ記者さんじゃないんですね。はあ、記者なわけねえだろ。つかお前誰なんだよ。それは。おい、変態カメラマン、お前いい加減にしろよ。アサヒさん。なんだよ、男は引っ込んでろよ。そのカメラ、ちょっとよこせ。
な、何をする。データ消しといたから。くそ、覚えておけよ。覚えておくのはお前の方だろ。ん？だってリッピョンはいつかトップアイドルになるんだろ。ああ、そういう意味ですね。朝日さん、どうもありがとうございます。いいんだ、気にするな。なんかムカつくやつだったしな。それじゃ、行こうぜ。リウマ、いつかトップアイドルに。だけど、その前に。どうしたんだ。朝日様じゃないっすか。ちょうどいいところに来てくれたっす。実は。なるほど、コピー DVD を売りさばいてる連中がいるのか。最近になってまた出現し始めたっす。本当は自分が成敗したいんすけど、仕事で無理っす。だからお願いっす、自分の代わりに成敗してほしいっす。秋葉原の平和を乱すものを放っておくことはできないっす。ま、ナナの頼みならいいよ。ま、マジっすか。だけど成敗って一体どうしたらいいんだ。もし危ない目に遭いそうになったら、牧島一家の名前を出せば大丈夫っす。牧島一家。バックには牧島一家がいる。じゃなくて、牧島一家のお使いだと言えば大丈夫っすよ。とにかく大丈夫なんす。秋葉原の街を回って怪しい雰囲気の人を問いただしてほしいっす。できれば違法コピーの出どころも突き止めてもらえると助かるっす。魚兄さん、ちょうどいいところに来たね。アニメとかに興味ないかな。え、もしかして。ほら、最新アニメの DVD だよ。とっても安いんだ。1枚買ってかない？あの、すみません、パッケージを見せてもらってもいいですか。パッケージはないんだ。その代わり、どこよりも安くしておくよ。ってことは、つまりどうかな。今だけ特別、3枚で2000円で構わないよ。これ違法コピーですよね。ちゃ、めんどくさいガキだな。やっぱり違法コピーだからどうした。こんなに安く売ってやるんだ。慈善事業だろ。で、買うのか買わないのか。
どうするのかさっさと決めろって。うわ、俺、マキシマ一家のお使いで来ただけなんです。だから買うとかそういうのじゃなくて。え、ここはマキシマさんの島なのか。それはすまない、今回のことは忘れてくれ。え、逃げたって出どころ聞けなかったな。よし、次はちゃんと聞かないと。っていうか、マキシマ一家って何なんだ。君、アイドルとか好きじゃないかな。え、アイドル。そうそう、アイドルだよ。ライブ DVD が格安で販売中なんだ。それってもしかして。ほら、どうかな。パッケージはないけど、中身は高画質だよ。その DVD、一体どこで手に入れたんですか。友達から安く仕入れたんだよ。その友達ってどんな人なんでしょうか。探りを入れてんのか。うわ、お前どこなもんだよ。一体誰の差し金だ。マキシマ一家の。え、すまん、俺のことは忘れてくれ。だからマキシマ一家って何なんだよ。ナナに確認しに戻ろう。マキシマ一家っていう名前だと思うんだけど。行く。マキシマ一家って一体何なんだ。なんか出したらいけない名前な気がするけど。そんなことないっす。ほら、日曜日のアニメでもあるじゃないっすか。マキシマさんっす。気のいい大家族のおばちゃんっす。妄想ね。やっぱり侵食は止まらないのかしら。カノンの仕業だっていうのか。わからないわ。だけどこうして新しい妄想が侵食をしている。それにほら、また名刺が落ちていたんです。無関係とは言い切れないわね。入り口は。ううん、まだみたいねえ。朝日、この妄想何に見えるかしら。なんだ、なんかゴシックな感じだな。お人形さん。ここって名前はレディオ会館だけど、カードやグッズが売ってるのよね。ああ、
あとはフィギュアの店も多いかな。新品から中古まで。フィギュアの妄想でしょうか。だけどちょっと違うような。あの、お取り込み中申し訳ございません。あ、少しだけお時間をいただけないでしょうか。どうしたんですか。実は人を探していまして。このお嬢様に見覚えはございませんでしょうか。お嬢様の名前は真田琴美。真田家の一人娘の17歳、高校3年生でございます。うわー、お人形さんみたいな女の子ですね。ご世話か。あれ、え、うん、ちょっと朝日、どうしたの。俺知ってるよ、この子を知ってる。お嬢様とお知り合いなのですか。いや、知り合いっていうか、昨日この辺りで見かけたっていうか。なんなのあんた。え、いや、俺はただ。近寄らないで、汚らわしい毛だもの。それに話しかける許可を出した覚えはないわ。私と話したいのなら許可を取りなさい。そして今すぐ私から離れなさい。半径1メートル以内に近づくことを禁ずるわ。散々ののしられたなんて言えないしな。ん？何か言ったかしら。言ってない、決して何も言ってない。あの、それで、あ、これは大変失礼いたしました。つい自己紹介が遅れてしまいました。私の名は西園寺吉野と申します。真田家に仕えるメイドでございます。わわ、もしかして本職のメイドさんですか。さようでございます。もうかれこれ10年以上仕えております。へえ、本物のメイドさんっているもんだな。吉野さん、それで琴美ちゃんはいつから行方不明なんですか。今朝目を覚ましたら家からいなくなっていたのです。そしてお嬢様の机の上にこのようなものが残されていて。これってカノンの名刺か。やっぱりそういうことね。あの、吉野さん、詳しく聞かせてもらえませんか。琴美ちゃんの趣味とか好きなこととか行きそうな場所とか。それがここなのです。え、ここ。はい、レディオ会館でございます。お嬢様のお気に入りのドールショップがございまして。ああ、確かに入ってた。結構上の方の階だったっけか。もしかして。吉野さん、もしよかったら琴美ちゃんの写真を貸してもらえませんか。私たち探すの手伝います。本当ですか。ですが。気にしないでください、遠慮はいりませんから。いえ、そうではないのです。ちょっとお写真はお渡しできなくて。お嬢様のプライベートなものでして。それと私のコレクションが。ん？いえ、何でもございません。あの、もしよろしければ代わりにこちらを。わわ、似顔絵ですね。とっても上手です。すげえ。これで大丈夫です。それじゃあ吉野さん、お互いに頑張りましょうね。あの、本当にご協力いただけるのでしょうか。はい、任せてください。ありがとうございます。私もお嬢様を探し続けますので、何かありましたらご遠慮なくお申し付けください。それでは失礼いたします。さて、目標が決まったわね。カノンさんの名刺、それにドールがお好きだそうですよ。ってことはこの妄想って。少し変わっていますが、ドールの妄想といったところでしょうか。レディオ会館を侵食してもおかしくない妄想だな。琴美ちゃんはカノンと出会い、そしてドールの妄想は生まれた。うまくいけば
カノンにたどり着けるかもしれないわ。俺ちょっと気が進まないかも。なんだよ、怖いのか。いや、そっちじゃないんだ。え、それじゃあ琴美さんの方ですか。え、いや、別に。もうシャキッとしなさいよ。はーい。